官邸芥川龍之介3円で家庭の山水を買ってきて書斎の床にかけておいたら遊びに来た男が皆その前へ立ってみちゃ願物じゃないかと軽蔑した滝田ちょいん君のごときも上から下までずっと目をやっていけませんなとカッパしてしまったがこちらは元来 怪しげな書画を掘り出してくることをもって、無名の天才に敬意を払うゆえんだと心得ているんだから、僕は家庭だからかけておくのじゃない、絵の出来がいいからかけておくのだ、と豪して、さらにへきえきしなかった。けれども、この山水を願物だと称する諸君子は、ことごとくこれを自分の負け惜しみだと網談した。のみならず、彼らのあるものは、 とにかく無名の天才は安上がりでいいよ。などと言って嫌ににやにや笑いさえした。ここに至る以上自分といえどもいささか三円の家庭のために弁ずるところなきを得ない。そもそも鑑定家なる者はややもすると虫眼鏡などを振り回して我々素人を脅かしにかかるが、 元来彼らは諸画の心眼をどのくらいまで正確に見分けることができるかというと、彼らも人間である以上、決して全知全能という次第じゃない。なんとなれば、彼らの判断を下すべきものは、その諸画の心眼である。あるいは心眼に関する範囲内での考説である。ところが、その心眼なり考説なりの鑑定はいつでも ある客観的標準の定義を当てるというわけにいこうはずがない。例えば、落款とか手法とかないし、死木などという物質的材料を巧みに真似たものになると、その心眼を鑑定するものはほとんど一種の直角の他に何もないということに帰着してしまう。が、いかに鋭敏な直角を備えていたにしたところで、ただ過去において、ある書家なり画家なりが、 その書画を作ったという事実だけの問題になったら、鑑定家にして占い者を兼ねない限り、到底見分けなんぞはつきはしない。現にこの間も、何とかいう男の作った願物の書画は、作者自身も心願を弁じなかったと言っているじゃないか。よしまた、それほど巧妙を極めた願物でないにしても、鑑定家に良心のある限り、 真とも癌とも決定できない中間色の書画が出てくるのは自然である。してみれば、鑑定家なるものは、ある種類の書画に限り、我々同様、さらに真眼の判別はできないと言っても差し支えない。そこで翻って、三円の過程を見ると、断じて過程だと言明することができないにしても、同様にまた断じて過程でないとも言明することのできないものである。 すでに叱るからは、これを家庭と認めて、壁管にぶら下げたのにしろ、妄頭、自分の不名誉になることじゃない。言わんや、自分はただ、無名の天才に敬意を表するつもりで。弁じてここまで来ると、大抵の男は、わかったよ、もう無名の天才はたくさんだ、と言った。たくさんならこれで切り上げるが、世間には自分のごとく、怪しげな諸画をもてあそんで、 無名の天才に敬意を払うの死が存外多くはないかと思うそれらの死は俗悪なる神話に巨万の黄金を投げうって顧みない天下の富豪に比べると少なくとも趣味の独立している点で尊敬に値する人々であるそこで自分はいささかそれらの死と共に神岸の差別に煩わされない盛教の存在を主張したかったから ここにわざわざ以上の饒舌を活字にすることをあえてした。いわゆる竹蝶者を商う骨董屋が広告に利用しなければ公人である。